役立たずの無能は新会社にはいらん。人件費削減だ。会社のお荷物はクビにしてやる。専務が俺に向かい、声高に叫んだ。この人は前から俺のことを見下し、馬鹿にしていた。今までは逆らうことができなかったが、これ以上は我慢できそうもない。俺は専務をまっすぐ見据えると、ゆっくりと口を開いた。俺の名前は鈴木、27歳。そこそこの大手企業で働いている。俺は地元大学出身なのだが、偏差値は平均的で、全国的に有名な大学というわけではない。しかし、俺が入った会社は大手ということもあり、周りは高学歴が多かった。最初に配属された営業部は実力主義だったので、俺の出身大学を気にする人はいなかったが、この度配属となった総務部は、俺の学歴を気にする人が多いらしい。はじめまして、鈴木と言います。これからよろしくお願いします。配属初日、挨拶をした俺に帰ってきたのは、まばらな拍手だけ。俺の教育係になった先輩の笹原さんは、苦笑いを浮かべ、事情を話してくれた。総務部は高学歴の森部長が率いているから、部下たちも自然と学歴重視になるのよ。笹原さんはこの会社では珍しい高卒だ。親戚がその昔、この会社でまあまあの重要なポストにいて、縁故で入社したとのこと。彼女はシングルマザーで大変な思いをしていて、それを見かねた親戚が自社を紹介してくれたのだ。現在は別の男性と結婚し、私生活は落ち着いていると教えてくれたが、入社当時は縁故の低学歴だと周りから見下されることも多かったらしい。さらにうちは村田専務の影響力も強いの。専務の業務が総務の業務と被ることが多いのも理由の一つなんだけど、森部長と村田専務は同じ大学出身なの。村田専務は森部長以上の学歴主義よ。そうなんですか。俺は村田専務とまともに会話したことがないが、さすがに顔は知っている。もし俺のことを知ったらどういう反応をするのだろうか。村田専務は総務部に来ることが多いらしいので、なるべく空気に徹していようと誓った。しかし、ああ、こいつが例の新人か。はじめまして、村田専務。村田専務を避けようとしていたが、あちらの方から来てしまった。村田専務の横では、森部長がニヤニヤと笑っている。営業部ではそこそこの成績だったようですが、まあ、まぐれでしょうね。総務部では完全にお荷物ですよ。森部長は最初から俺に対してこんな調子で、俺が何をしてもケチをつけてきた。すみません。お荷物になるような仕事はしていないのだが、無駄に反抗すると倍以上になって帰ってくるので、反論することなく謝罪する。そんな俺を見て、村田専務は大げさなため息をついた。まったく、人事はたまにこういうやつを採用するよな。うちの会社に低学歴の役立たずは不要なのだが。その後も、特に用があるわけではないのに、ネチネチと俺に絡み続ける二人。ようやく解放された後、笹原さんからお昼に誘われた俺はこんな話を聞いた。助けられなくてごめんなさいね。あれでもうちの会社の専務だから、逆らったら何されるかわからないのよ。申し訳なさそうに謝罪する笹原さんに、俺は慌てて手を振って返した。いえ、大したことないですから。鈴木くんはメンタルが強いのね。私は今の旦那との間に子供ができて、産休を取るときにあの二人にかなり嫌味を言われてメンタルをやられたわ。他の女性社員に対しては何も言わなかったのだが、笹原さんの時だけあの二人はネチネチと嫌味を言ってきたらしい。ちなみに笹原さんを入社させてくれた親戚はとっくの昔に退職済みなので、
今の彼女はコネも権力も持っていないただの平社員だ。なんでそこまで学歴にこだわるんでしょうね。創設者や現社長が学歴を重視する人という理由もあるけど、村田専務に関してはこんな噂があるわ。村田専務の父親はうちより規模は小さいが、とある会社の社長を務めていたらしい。その会社を継いだのは村田専務の兄。お兄さんは高卒だが、会社経営の才能があると父から認められ、後継者に選ばれたのだ。それまで村田専務は兄より頭がいい自分が選ばれると信じていた。お父さんに裏切られたと思ったんでしょうね。それから学歴にこだわるようになったらしいわ。そういう複雑な事情があったとは知りませんでした。しかし、だからといって他人を馬鹿にしていい理由にはならない。息子が今年受験なんだけど、ずっと勉強漬けで大変そうでな。お前の時はどうだった？あ、そこまで真面目に勉強してないか。底辺差値の大学出身だし。村田専務は相談をするふりをして、俺の学歴を馬鹿にしたり。これ片付けておけよ。この程度の雑務なら、お前みたいな低学歴でも簡単だろ？今日中に頼むわ。こちらの返事を聞くことなく、自分の雑務を押し付けてきたり。どうやら村田専務は、俺のことをストレス発散のサンドバッグ兼、都合のいい召使いとして認定しているようだ。森部長は出張が多いので、そこまで害はないが、会社にいることがほとんどの村田専務は、わざわざ総務部に来て俺に絡んでくる。俺が困惑する様子を楽しんでいるらしい。あんな人が役員なんて、うちの会社はだいぶやばいのでは？八つ当たり気味にそう思っていた俺だったが、どうやら本当に業績がやばいことになっていたみたいだ。先日、うちの会社はとある別企業の社長に全株式を売却。我が社はその会社の傘下となり、経営回復に取り組むと発表があった。これに伴い、総務の仕事は急増。ここ数日の俺は書類が大量に入った段ボールをあちこちの部署へ運んでいた。総務部で俺が一番若いという理由だけで力仕事を押し付けられたのだ。そんな忙しい時でも村田専務は俺に絡んでくる。おやおや、忙しそうだな。力仕事がお似合いじゃないか。いっそのことを現場に転職したらどうだ？うちの会社の工場でちょうど空きがあるらしいぞ。ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべながら俺に絡む村田専務。いつもなら適当に相手をするが、今日は仕事が立て込んでいるので構っている暇がない。そうですね、すみません、僕ちょっと急いでいるので。そんな俺の態度が気に入らなかったのか、村田専務はイラッとした顔で俺の腕を乱暴に掴んだ。おい待て、俺の話は真面目に聞け。しかし、村田専務が乱暴に俺の腕を掴んだせいで、持っていた段ボールを落としてしまう。中に入っていた書類も散乱し、その束が村田専務の足に当たった。痛いな、気をつけろ。俺は忙しさもあり、イラッとして、思わず言い返してしまった。荷物を持っていた僕を引っ張ったのは村田専務ですよね。俺の言葉に村田専務は一気に顔を赤くして怒りの表情になる。俺のせいだと言いたいのか？お前のミスで俺は足を怪我したんだぞ。いや、怪我なんてしてないだろ。と思いっきり呆れた表情を浮かべてしまった。それを見た村田専務はヒートアップ。通りがかった社員たちは一体何事だ？と目を丸くして、俺たちを遠巻きに見ていた。謝罪もなしか。これだから低学歴は。役立たずの無能は新会社にはいらん。人件費削減だ。会社のお荷物は首にしてやる。この程度のことで怒りをあらわにするなんて、まるで子供みたいな人だなと思う。俺はこんな人に今まで素直に従ってきたのか。
なんだか一気に全てがバカバカしくなり、気づいたらこう言い返していた。奇遇ですね。僕も同感です。あ？この会社にとって誰がお荷物かもうすぐわかりますよ。ギャーギャーと騒ぐ村田専務を横目に、俺はさっさと散らばった書類を片付ける。そしてなおも絡んでくる村田専務を睨みつけ、クビにするならどうぞご勝手に。僕忙しいので失礼しますね。強めの口調でそう言い放ち、さっさとその場を後にする。これにはさすがに村田専務も驚いたようで、呆然とした表情で俺を見送った。そして翌日、俺と村田専務は役員会議の場にいた。村田専務はいつもの自分の定位置に、俺はこの度新しく株主となった大手企業のトップ、鈴木社長の隣に立っていた。村田専務や現社長、他の役員から、なぜお前がそこにいるんだと言いたげな視線を向けられる。すると鈴木社長が唇を切った。それでは役員会議を始める。気になっている人もいるかと思うので先に言っておくが、こちらの彼には私のサポートをお願いした。気にせず会議を進めてくれ。俺は笑顔を浮かべ、役員たちに向けて軽く会釈する。まだ納得いかないと言いたげな役員もいたが、続いて発せられた鈴木社長の言葉に、彼らの顔は驚きへと変わった。さて、会議を始める。と言いたいところだが、とりあえず一旦役員は全員クビで。は？気の抜けた声を上げたのは村田専務だ。他の役員たちは戸惑いの表情を浮かべたり、呆然とした表情をしている。社長、一体何をおっしゃっているのですか？すると、鈴木社長は厳しい目を村田専務に向けた。この会社は学歴主義がはびこっている。私の会社にそのような考えは不要だ。実際複数の社員からクレームが出ているのでな。そう言いながら机に置いたのは厚みのある書類の束だった。この書類はすべて社員たちから寄せられたクレームだ。創設者や現社長が学歴主義だから社風がそのようになるのは仕方ない部分もあるかもしれん。しかしだからといって社員に対して嫌な思いをさせていい理由にはならんだろう。鈴木社長の厳しい声に現社長や村田専務、学歴をネタに社員たちに絡んでいた役員たちが目を背ける。そんな役員たちを見て鈴木社長は俺の方に振り向き小さくうなずいた。俺も鈴木社長、いや俺の父にうなずいて返す。そう、鈴木社長は俺の実の父親だ。父は国内トップ企業の社長を務めている。俺は次期社長になるべく修行のために父の会社ではない別の企業に就職した。しかしその会社が経営不振に陥り、父は会社を買収することに決定。うちは全国に多数の工場を持っており、業界内でも生産力が高いのが自慢なのだが、父はそれに目をつけ、いつか傘下に加えたいと思っていたのだ。そしてこの度全株式を買い取り傘下に加えることに成功。俺は父の下で小さい頃から教育を受けており、自分で言うのもなんだが、そこそこの成績を収めていた。そんな俺が地元大学に進学したのには理由がある。俺が高校生の時、母親が病気で倒れたのだ。長期の入院が必要になり、俺は病院の近くにあった大学に目をつける。この大学に進学すれば、何かあってもすぐ母の元へ駆けつけられるし、毎日お見舞いに行くこともできるだろうと考えたのだ。俺にとって学歴はそこまで重要視するものではない。父から必要なことはすべて学んでいたし、そこまでして大学にこだわる理由はないのだ。父も学歴にこだわる人ではなく、俺が母の近くにいるなら安心だと賛成してくれた。
ちなみに母はすでに完治し、今は元気に暮らしている。学歴を軽視するつもりはないが、この会社の学歴主義は異常だ。経営不振に陥った要因は様々なことが考えられるが、これまでの学歴主義は原因の一端を担っていると思い、俺は会社であったことを父に報告。実際、この会社で働いている間、学歴のせいで実力のある人がチャンスを奪われていると感じた場面は多々あったし、高学歴の社員から馬鹿にされ、ストレスを溜めている社員も複数いた。この環境は一新しなければと、俺は独自で社員に聞き込みを行い、余すことなく父に報告したのだ。特に、村田専務。父に突然名前を呼ばれ、村田専務はびくりと肩を揺らした。君に関するクレームが多いな。中には君のせいで退職した社員もいるらしいじゃないか。こちらの社員にもパワハラをしていたという報告があるぞ。これに関しては俺が報告したものではない。あの時、俺と村田専務のやりとりを見ていた他の社員が人事の相談窓口に報告してくれていたのだ。人事部長はこの会社には珍しくまともな人で、社員の報告をきちんとまとめて父に提出してくれた。だからといって役員を全員クビにするのは乱暴すぎますよ。村田専務が青ざめた顔で父に言い返す。すると父はうなずいて返した。まあ確かに乱暴かもしれん。ではどの役員に問題があるのか今の時点で正確に判断できてないのでな。一旦全員を役員から解任して、その後に再編成を行うつもりだ。社内環境改善のために、みんな私に協力してくれるな。にこりと笑顔を浮かべる父に対して、まともな役員たちは力強くうなずいて返す。村田専務や問題のある役員たちは顔面蒼白でうつむいていた。そして会議終了後、総務部に戻ろうとした俺の肩を、村田専務が乱暴に掴んだ。お前、一体どんな手を使った？村田専務の手を振り払い、俺は彼に向き直る。正当な方法を使っただけです。僕はあなたにパワハラを受けていた。それを叱るべきところに報告しただけですよ。相手は父親なので直接報告しました、とは言わないでおく。俺と父の関係がバレたらいろいろと面倒だ。村田専務のような人は次期社長である俺に取り入ろうとするだろう。あいにくそういう連中の相手をしている暇はない。お前みたいな低学歴が鈴木社長のサポートに指名されるわけないだろ。一体どんな汚い手を使った？俺があの場にいたのは工学のためにと父に呼んでもらったからだ。現時点で俺はまだ平社員で役員会議に参加する機会はない。これはいい機会だと思ったのだろう。俺と父は同じ苗字なのだが、よくある苗字のおかげで村田専務には親子であると疑われていないようだ。さらに俺は顔が母親似で父と全く似ていない。いや、村田専務は俺の顔のことなんて気にする余裕もないみたいだ。ともかく、お前と鈴木社長につながりがあるなら、俺のことをきちんと伝えておけ。伝える？何をですか？俺はお前にパワハラなんてしてないってことをだ。他の社員から出たという報告も、お前の方でうまくもみ消しておけ。わかったな？これには思わず笑ってしまいそうになった。この人はこの後に及んでも、俺に対して上から目線で命令してくる。なぜ僕がそんなことしなくちゃいけないんですか？いい加減分からせてやらなければと思い、あえて冷たい声で答える。あなたに恩があるならいざ知らず、僕はあなたから迷惑行為しかされていませんよ。あなたがクビになるならむしろ喜んで協力します。俺の言葉に村田専務はキョトンとした顔を見せる。え？なんで？いや、
こちらこそなんでですよ。今まで僕があなたに従っていたから今回も従うと思ったんですか？俺の問いかけに村田専務はキョトンとした顔のままうなずいて返す。俺はそんな村田専務にこれ以上ないほど盛大なため息で返した。あなたに従っていたのはあなたが権力を持っている専務だからという理由だけです。本気になれば僕みたいな平社員をクビにすることもできたでしょう。それが嫌で従っていただけですよ。俺の言葉に村田専務は徐々に顔を青くさせていく。じゃあ俺はこれからどうなる？鈴木社長は役員を全員解任して再編成すると言っていた。俺は会社に残れるのか？これに対し俺は首をかしげて答えた。さあどうでしょうね。しかし少なくとも今の立場は追われるのでは？パワハラで解雇するのは難しいでしょうが、それ相応の罰が下ると思いますよ。村田専務は俺以外にもパワハラをしていた。中には目を覆いたくなるような報告もある。僕としてはあなたに退職していただきたいですけどね。以前僕のことを役立たずの無能と言いましたが、あなたはこの会社にいるだけで害があります。僕よりよっぽどひどいですよ。村田専務は目を見開き絶望の表情で俺を見る。これから何が起こってもすべてあなたの自業自得です。あなたが招いた結果ですよ。この言葉がとどめになったのだろう。村田専務は力なくその場にへたり込んでしまった。この後父の宣言通り役員は再編成された。現社長は会社を追われ、まともな副社長が新社長に就任。問題のある役員たちもこぞって立場を追われ、降格処分などの厳しい処罰が下された。中には自主退職という形で会社を追われた人もいる。村田専務もそのうちの一人だ。どういう方法を使ったの？村田専務はこれから息子さんが受験でお金が必要だから何が何でも会社に残ると思ってたよ。すると父は神妙な顔でこう返した。お前にはまだ早い。一体どんな手を使ったのやら。これからゆっくり父に教わろうと思う。村田専務の子飼いであった森部長も別部署に異動となり、俺の元には平和が訪れた。被害者の一人であった笹原さんも働きやすくなったと喜んでいる。彼女はとても優秀な社員なので、長くこの会社で働いてほしい。これからも俺はこの会社で修行を積みながら、次期社長にふさわしい人間になるため、日々精進を続けるつもりだ。